こっちは 10% でして、ぐーっと屈伸していくをストレッチしながら、さらに膝の少し上でこの屈伸で自分の腰で前に押していって、次は24番からでして、ここからはいよいよストレッチ、割と太鼓式らしい技が連続して登場します。まず24番、相手の膝と足首を持って持ち上げまして、自分は片膝立ちになります。でこの時自分の足があまり相手から大きく離れていないように、割と軽く触れてるぐらいの位置で置きまして、で相手のかかとは自分の鼠径部、脈のあるあたりに当てます。この時相手のつま先は外へ出てて大丈夫ですの で片手は膝、片手は太もも、今回は足の付け根側で、こっちは 10% でして、後々ストレッチした時に足が浮いてくるのを軽く押さえてるだけですので、それだけの役割なので 10% で十分でして、残りの 90% は自分がこうぐーっと前に屈伸していく動き、屈伸していく動きで、この膝をまっすぐ胸の方にぎゅーっと押していくイメージ、これがあの典型的なダブルストレッチ、ダブルマッサージっていうやつでして、自分はこう割と上体を起こしてぐーっと屈伸していくと、腸腰筋っていう筋肉をご存知かもですけど、この腰から足の小天使をつないでる筋肉があるんですけど、これがかなり効果的にストレッチできる動きなので、相手の人をストレッチしながらさりげなく自分の腸腰筋も伸ばせる、これがまあタイマッサージの醍醐味の一つであるダブルストレッチっていうのの、これは代表的な技です。でやってみますと、こちらが1でして、ゆっくり前に行ってぎゅーで1で、次太ももの真ん中ぐらいで2で、膝の少し上で3で、2、1と戻ってきます。2で、最後の1の時にできればこの血を止めれる風の門に手を置きまして、でぐーっとしていって、お互いが伸びた状態でこのまま10秒ストップ。で一旦リリースするっていうところまでが24番です。はい、では次は25番です。今度はまたバタフライハンドが出まして、このバタフライハンドを相手の太ももの裏にピタッと当てます。なのでこっちに腕が入るぐらい気持ち足を開いて、バタフライハンドを相手の太ももの裏に当てます。このまま手だけでグッとしていくと当然足が外れていきますので、こういう動きではなくて、最初はまず先ほどの番号と同じく自分が前に屈伸していきまして、である程度屈伸してからこのバタフライの方にグーッと体重を乗せていく、だからこれは24番のより強烈版とも言えまして、まずはバタフライの手を置いたら、この時これはほぼ使ってなくて、この屈伸で自分の腰で前に押していって、ここからいよいよバタフライでさらにハムストリング、太ももの裏をグーッと押していく。で膝から1、2、3、2で最後1、っていうのが25番です。次は26番。
今度は割と大きく外へ一歩足を大きく開きます。でこの相手の膝を持っといてゆっくり外へ開いていきます。でこの時テキストをよく見ていただくと宇宙人っぽい足がピコッとかかってるのが見えると思うんですけど、これはもし可能であればこの足を相手の足にかけてしまう。で届かなければ添えとくでも OK なんですけど、基本的にはかけまして、手が太ももの内側へ、こちら外から膝をサポート。でやることはまずは手のひらで太ももの内側をぐーっと押していきまして、である程度抵抗を感じたらそこからゆっくり前にぐぐぐぐぐぐ、同じ道を通って戻る。これブランコっていうあだ名がついてまして、こう行ってこう回すっていうのはおすすめではなくて、これはまあ健康な人は何の問題もないんですけど、特に人工関節的な人とか股関節に問題がある人はこの動きを何度もやると股関節が外れるっていう危険があると言われてますので、押して前に行ったらブランコ的に全く同じ道を戻ってきますので、で太ももから 1,2,3,2,1 下に押して前にで同じ道を戻る、で2下に押して前にで同じ道を戻る。なのでこっちの手は太ももの内側を押しといて、前に行くときはやっぱり自分が屈伸でこのかかと足裏を押して前に動かしてますので、なのでこれも実はダブルストレッチでして、自分の動き的には前へ行ってゆっくり振り返る、前に屈伸してゆっくり振り返る、これ自分がまたちょっと違う感じのところが伸びるんですけど、これをやってると自然にこの形が出来上がってくるはずですので、で膝側から 1,2,3,2,1 グイイッっていうのが26番です。次は27番です。この状態からこちらの手で足首をサポートしといて相手の膝をまっすぐに戻していきます。でこれをよーっと、まあ、俺はこれを歌舞伎ムーブメントっていうあだ名をつけてるんですけど、よーっと手を持ち替えてかかとをつかむ。でこっちの手が太ももの裏ライン、外のライン3あたりに手が当たります。で自分の足も相手の横に戻す。でやることはまずはその太ももを押している手で膝をちょうど胸の中心胸骨をめがけて押していく。でこのかかとは対角線上の方、右足だとしたら左の方を狙いまして、これは 50%50% なので、太ももを押して押したままさらにゆっくり足を伸ばしていく。でこれ日本語やと押して押すになっちゃうんですけど、英語だとプレス&プッシュですので、で膝から 1,2,3,1 プレス&プッシュで2プレス&プッシュで1プレス&プッシュっていうのが27番です。28番、次は90度というタイトルでして、これ何が90度かというと、相手の足を持って一旦自分は体育座り的に座ります。でこの時にだいたいこの相手の膝が90度、ここ股関節のところも90度2箇所。私ヒロがかなり、気合を入れて、動画撮影を手伝っていただき、講座しっかりやってますので、ご興味のある方はぜひポチッとこのオンラインを受講してみてください。この、IT もオンライン講座をよろしくお願いいたします。